はい、今回はですね、滝の方をですね、かなり放置した状態だったので、そろそろですねやっていきたいと思います。でなかなかですね、水を出すところですね、そこの案がうまいこと構想ができなかったんで、進んではいなかったんですけれども、今回、大体できましたので、それをね取り付けていきたいと思うんですけれども、まずですね、今ですね散布からですねここのモーターを使ってですね、このパイプですね、でここからこの水槽に落ちてですね、ここの下をぐるぐると通って、まずこいつに出ていってます。これですね、今ここに出ていってます。でもう一つですね、ここ地図で、ここをぐーっと行って、でこのままここに落としてですね、水がこう流れて最終的には散布に流れるということになってるんですけれども、このここですね、このエルボをですね外して、新しく作ったものをですね、取り付けたいと思います。はい、これがですね新しく作った、配管なんですけれども、まずここからですね、水を送って、この部分から、水を出したいと思います。で細かい説明はね、もうつける前に説明するよりもつけた方が、分かりやすいと思うので、つけていきたいと思います。それではですね、まず配管を外していきたいと思います。はい、取り付けました。全然取り付けれるところ映ってなかったですけど、こんな感じで取り付きました。で、ですね、まず水をね流してみたいと思います。で水を流すのにですね、こっちの水槽水入ってないんで、まず水を溜めたいと思います。はい、一応ですね水が、溜まりました。で肝心なことをですね、確認することを忘れてました。何を確認忘れてたかというとですね、この水槽を作ってから水を張ったことがなかったんですね。で今初めてなんですけど水、溜めました。で今のところはですね、漏れがないんで、水槽作りもうまいこといったかなという感じです。はい、ではですね、早速ですけども水をですね、流していきたいと思います。どんな感じでね、出てくるのか見てみたいと思います。ちょっとねかなりドキドキしてますけれども、スイッチを入れたいと思います。よいしょ、それでは入りました。ですね、ちょっと出方ちょっと失敗には終わった感じなんで、パイプですね、右の方がたくさん出てると思うんですけど、ちょっとあっちの方が高い位置でカットしてだんだん、低くしてやるんですよね。まっすぐやっぱりパイプをカットしてですね、水を出すようにする方が、スムーズに出るような感じですね。で一応ですねここも滝になる予定なんですけど、な水が溢れて出てきてます。ちょっとこれはちょっと楽しみなんですけど、かなりですね水がジャバジャバになってます。はい、床がねもう分かりにくいですけど、
結構びちゃびちゃなってるんで、一回止めてですね、修正かけたいと思います。はい、それではですね、一応、配管を切ってみました。で、だいたい平行になるように切ったんですけど、ちょっと若干違うんですけど、まあこれでどうなるか、見ていきたいと思います。それではですね、スイッチを入れていきたいと思います。ですね、こんな感じで、やっぱり水が出る方からワンサが出ているような感じですね。これではですね、ちょっと使えないんで、逆にですね、左側を低くして右側高くする方がいいのかも分かりません。もしくはですね、配管の水が出る部分を上に向けるかですね、一回ちょっと上に向けてみようかと思います。はい、今回はこういうふうに出口をですね、かなり上の方に向けてみました。で、これで一回水を出してみたいと思います。かなりですね、こんな感じで水が溢れてます。上もですね、こんな感じなんでちょっとダメですね。もう一度ちょっと調節したいと思います。はい、次はですね、左側から出てくるところの配管を少し下に向けました。で、右側の方を少し上に向けてですね、その感じで一回出してみたいと思います。横からのね、またこの水がジャバジャバここに当たってしまうんでダメですね。よいしょ。はい、次はですね、左側を結構低くしてみました。で、出口はですね、上の方で、右側は上の、さらにね、出口が上に向けて、右側が高くなるようにしてみました。で、これでですね、もう一度、水を出してみたいと思います。よいしょ。やはりですね、ここに一点に落ちてしまいますね。で、もう水がバチャバチャになるんで、ちょっとそこに石を置きたいと思います。はい、とりあえずですね、簡単に、岩組みしました。ただですね、このままだと危ないんで、この後ですね、水の出方がね、決まればですね、石をですね、確実に止める方法で止めていきたいと思うんですけど、とりあえず仮に石を置いてみました。それで水の出具合を見たいと思います。まあ、さっきよりかはですね、水の跳ね方がちょっとマシになったんですけれども、水の出方をね、もう少し考えないとこれではちょっと難しいんで、
またやり方を変えてやってみたいと思います。ただですね、今回はですねここまでで終わりたいと思います。次ですね、配管がきれいにできて水がきっちり流れるようなことのところからスタートしたいと思います。で、今回はこれで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。